即完売最強のライターアウター空のフーディをねご紹介していきたいなと思います。超人気ジャケットでもなかなか手に入らへんのがですね、ようやくこちらにあります。なるほど、こんな感じになってるんですね。はいはいはい、やっぱりアークテリクスですわ。はい、本日ですね、即完売最強のライターアウター空のフーディをねご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらアークテリクスのですね、超人気ジャケットでもなかなか手に入らへんのがですね、ようやくこちらにあります。で、今まで視聴者さんにレビューしてってずっと言われ続けてたんですけども、なんと今回手に入りました。っていうのも、裏口で手に入れました。YouTuber としての力を、存分に使って手に入れさせていただきました。っていうとですね、お前なんか裏から店員さんにこそっと言って買ったんかって思われるかもしれないんですけども、これはですね、僕の視聴者さんから貸しますよって言って貸してもらっただけなんで、まあ一応 YouTuber の力を存分に使ったということにさせていただいてください。で、空のフーディなんですけども、こちら今回 M サイズを着用させていただきます。多分僕が M サイズやって分かった上でね、連絡していただいたと思うんですけど、今回初めて空のフーディに手を通しました。なるほど、こんな感じになってるんですね。はいはいはい、やっぱりアークテリクスですわ。ついさっきね、ちょっとユニクロのレビューしてたっていうところもあって、作りがもう全く違う、さすがやなと思うんですけど、こんな感じになっています。サイズがですね、身長178センチの体重が70キロで、サイズ M サイズで今着用してます。いつも通りアークテリクスはね、日本サイズのワンサイズしたぐらいでね、まあ、海外サイズなんでもともと大きい作りなんで、まあ、ワンサイズしたぐらいでちょうどいいかなと思います。ここにあるようなアトムもそうですし、ベータジャケットも、両方とも M サイズで着用してるのでいい感じかなと思います。でね、これね、すごい細かいところまで作られてるなと思うのが、今までアークテリクスの僕持ってるジャケットにはなかったんですけど、袖口見てもらっていいですか。袖口のところがね、ここがゴムなってるんですよ。で、こっち側どうなるかっていうと、こっち側は別に何もなってないんですよ。だから見えるところにはゴムとかがないんですけども、全くこの隙間がない状態で、手首の方だけにこう細かいゴムが採用されてるんですけど、この範囲だけなんですよ。で、これ以外はもうゴムとかが一切入ってない状態になってるので、なんて言ったら自動でフィットしてるっていうのかな。で、全部がゴムじゃないから、やっぱりこうタウンユース向きというかね、こう街中とかでもこうおしゃれな感じだろうなと思って、こういう作りはねすごいなと思います。それでね、スラノフーディってね、僕ね、マウンテンパーカーか中綿ジャケットかなと思ったけど、どっちでもないんですよ。どっちでもないのって、すげえさ、そうなんですよ、どっちでもないってことで、表側にね、これゴアテックス使われてるのは、まあ商品ページとか見てればわかるじゃないですか。あ、ゴアテックス使われてるんだと。まあインフィニウムやから、どっちかってほんまに街用として使われてるっていうのはもちろんそうやから、雨風にも強い、普通のジャケットより強いっていうのはまあ分かってるんですけど、中なんですよこれ。中見てください。この裏側見てもらったらいいんですけどね、この裏に別生地が貼られてるんですよ。普通ってマウンテンパーカーってね、こういう感じになってるの分かります。要は表地と、まあ、裏地こういう感じですよっていう感じなんやけど、この裏地にね、 T シャツの上からでも着れるようなこういうニット素材がね入ってるんですよ。で、まあ網がニットなので、分かりやすく言うと、なんていうの、ヒートテックみたいな生地感が入ってて、これは T シャツの上から着たら気持ちええですっていうところはめっちゃくちゃいいんやけども、ただこれが最大のデメリットになってくるんですよね。で、だからこの最大のデメリットって、視聴者さんから聞いた時も、これが原因で着なくなりましたって言ってたんで、あ、なるほどなと。確かにこれめちゃくちゃいいけど、一番の長所であるんやけど、一番のデメリット短所でもあるっていう、結構見た目はシンプルな感じだけど、特化してるというかね、めちゃくちゃゴリゴリに尖ったジャケットになってるんですよ。で、まあそういうところね、こう見ていこうじゃないかということなんですけども、まあ一回ちょっと全部締めてみましょうか。ほんまにね、今アークテリクスはね、一時のノースフェイス見てるみたいにね、もうなかなか買えないんですよ。だからもうこれもうどうやって手に入れようかな、もう無理やなって諦めてたら、ほんまに貸してくださってね、感謝いたします、ありがとうございます。やっぱ形も綺麗ですよね、めちゃくちゃスッキリしてて、特にちょっと体鍛えて張ったりとか運動して張る方なんかは、ほんま体型にピタッとはまるようなね、ジャケットになってるんじゃないかなと思います。で、ね、値段がですね、こちらお値段がなんぼかというと39,600円ということで、これがですね、昨年購入されたらしいんですね。で、2022年に購入されて、全くタグも切らずタンスの肥やしになってたということになってるんですよ。で、なんでこんなんわざわざ新品で買って4枚も買ってタンスの肥やしになってんのって、めちゃくちゃいいやん、性能だって。これゴアテックスであえてインフィニウムにすることで、小街中でもこう柔らかい着心地で着れるから、ロンティー1枚、 T シャツ1枚の上でも羽織れるやん。そして雨風が来た時だって、全然ちょっとこれポッてフードかぶってあげたらもうそれでいけるやん。そしてアークテリクスでたまーにあるけど、アルファ SV とかってポケットがここにしかないから、ここないっていう嫌な思いするっていうのもないし、両ポケットもしっかりあるし、もうなんやったらベータジャケットの上位互換ぐらいのレベルやのに4万円切ってるって、なんでこれで使わへんのってなるじゃないですか。それがねあるんです、ちゃんと理由があって、なるほどなっていう理由なんやけども、デメリット今からいきたいのです。これに当てはまる人はですね、ちょっとこれ考えた方がいいかもしれないです。っていうのも、購入された方もそうなんですけど、この方 M さんって言うんですけど、この M さんもそうやねんけど、 M さんがね、なんでタンスの肥やしになったんですか、一応皆さんに言いたいのでっていうふうにお伝えしたら、こうこうこうだからですって言ってくれたのが、この言葉なんです。何かというと、ロンティー1枚の上にさらっと羽織りたいんですけども、
そのロンT1枚だけの上に羽織る時期って限られてるじゃないですかと。要は T シャツからいきなり寒くなってダウン着やなあかんみたいなところのこの一瞬しか着る時がなくて、結局着れなかったんです去年は、言ってはったんですよ。なるほどなと。確かにインナーがね、ここがなんていうの、フリースみたいなボアになってればもうちょっと寒い時期までいけると思うんですけど、あくまでほんま見てください、このヒートテックぐらいのほんまに厚みなんですよ。だからめちゃくちゃこれが分厚いってわけじゃないから、これがあるおかげであったかいっていうことはないんですよね。って考えた時に、この肌触りのいい生地を使ってるがゆえに着る時期が結構短くなってるというところになってますので、まあ、分かりやすく言ったらですね、皆さん誕生日とかでなんか友達とかからいきなり LINE のスタンプ送られてきたりしません？誕生日おめでとう、プレゼント for you とか言って LINE のスタンプ送られてくるんだけど、あれって嬉しいようやねんけど使い道ないんですよ。おいおい、 LINE のスタンプいつ使うねん。まああったら困らんことないけどってその時は思うんやけども、じゃあその LINE のスタンプあなた使いましたかって言ってさ、あなたのお名前ついてるやつとかでね、例えば田中さんとかやったら田中喜んでるとか、田中嬉しいみたいな LINE のスタンプもらったりして、確かにあのスタンプ使ってないなってなるでしょ。だからその LINE のスタンプと同じ状態なんですよ。で、空のフーディーって何なんですかって言ったら、言い換えれば LINE のスタンプと同じですというところになってるので、さっきまで言ってたみたいな春夏秋着るのは、こういった裏地のないマウンテンパーカーを着るのはめちゃくちゃいいじゃないですか。確かにその通りやな。で、逆にもうちょっと肌寒くなってきて、秋冬春っていうなって、夏以外のシーズンはこういう中綿ジャケットが使えるじゃないですか。じゃあこの空のフーディーいつ使うのってなってくるとですね、確かにその通りやなと。でもかっこいいんですよ、このフードのところとかにもアークテリクスって書いてたりだとかですね、ちゃんとフードのところが折れ曲がらないようにこういうのが入ってたりとかですね、作りがめちゃくちゃ丁寧にされてるんですけども、まあ時期が短いよねと。やったらそうやったらアトム AR ぐらいのちょっと中綿入ってる方が使い勝手よろしいんやないの、これだと車やったら寒ないしって思ったりするんですけど、まあそういうところがデメリット。でもじゃあ逆におすすめの人何なんかっていうと、暑がりの人とかはね、逆にちょうど使える時期が長いんじゃないかなと思います。っていうのも僕はめちゃくちゃ寒がりやから、確かにもう着る時間ほぼないやろなと思うんですけど、僕の弟とかはねめちゃくちゃ暑がりなんですよ。だから冬場でもダウンってあんま着ないんですよね。インナーダウンぐらいは着るけど、ダウンジャケットっていうのはそんな着いひんっていうのを言ってて、10年ぐらいダウンは買ってないって言ってたんで、そういう方なんかにはね非常にいいんじゃないかなと思います。やっぱりこの空のフーディの良さのこの裏地を体感するためにはですね、やっぱり着込んじゃうと全然この裏地わけわからないので、着込むとね、まあ、良さを体感できないんかなとは思ったりするんですけど、まあ、ただ表地がゴアテックスやから、これをあえてマウンテンパーカーともう割り切っちゃって着るっていうスタイルも全然ありなんで、例えばスウェット着てもう全然この裏地の感覚がわからへんけども、もう俺はゴアテックスとしてこれを着てるんやっていうのもありやと思うんですよ。ただちょっとスタイルが細身なんで、あんまりインナーをいっぱい着ることはできないと思うので、基本的にはロンティーの1枚上から羽織る、もしくは着れてもスウェットぐらいかなと。だからスウェットの中にこうシャツも着て、なんか着て、その中にヒートテック2枚着てみたいな着方は多分これ向いてないようなジャケットになってくるんかなと思いますので、まあ暑がりの方とか、あとちょっと室内でいてるっていう方なんかはね、ちょっと羽織るのにぴったりなんじゃないかなと思いますね。今ねこれベータジャケットっていうマウンテンパーカー着てるんですけど、冬場にねこういうの着てもね別にあったかくはないんですよ。あの風はしっかり止まるし、雨もしっかりここで止まるけども、じゃあここがあったかいのって言ったら全然あったかくないから、暖かさっていうところで言うと、確かにこういうゴアテックスやし、中にさらにこう、ヒートテックがついてるってなった方がより暖かいというか、着心地もいいし、長時間ね着れるんじゃないかなと思います。はい、ということになっておりますので、おそらくこれ見てる方って例えば空のフーディーが欲しいと思う方もいらっしゃると思うんですけど、もし空のフーディーのサイズ感で悩まれてるって方は、まあ、普段のアークテリクスのサイズ感で全く問題ないんじゃないかな。とびっきり大きいとかとびっきりちっちゃいってことはないので、まあ、普段 M やった M で OK やし、普段 L やった L で OK やし、 S やった S で OK っていうような、ね、感じになってるんじゃないかなっていうのがね、おそらく試着することがないと思うんですよ。もう試着する前にもなくなってるから、抽選でもなくなってるっていう状態なんで、もう買う権利を与えてもらえるかもらえないかっていうことなんで、試着なんか到底無理っていう感じだと思いますのでね、まあ、そういう感じでサイズ感見てもらえたらなということで、本日ですね空のフーディーのジャケットを紹介してみたい動画になります。また別号でお会いしましょう。ありがとうございました。